方に。それじゃあ掲示板の方に依頼を貼っておくわね。はい、よろしくお願いします。こんにちは、ゼフィーヌさん。あら、いらっしゃい、ライザ。今日は食事？それともお仕事かしら？ちょっと掲示板見ておこうかなと思って。わあ、今日もいろいろ貼ってあるね。ライザ？本当にライザなの？はい。仕事してるけど元気だよ。え、ルベルトさんと一緒じゃないんだ。あれからお父さんのお仕事を手伝うようになったの。今ここの仕事は私が任されてるんだよ。すごいじゃん、大出世だね。ねえライザ、その後ろにいる子は？あ、この子はフィーって言って、説明すると長くなっちゃうけど、フィー、この子は私の友達のクラウディア。仲良くするのよ。フィーちゃんか、はじめまして、よろしくね。ところでライザはどうしてオートに？実はタオに誘われてこっちで遺跡探索してるの。それってつまり冒険ってこと？そういうことになるかな。危険なことはない？危険がないといえば嘘になるけど、3年前の冒険に比べれば全然。そっか。あのね、ライザ。ん？何？ううん、やっぱり何でもない。そう？それよりせっかく会えたんだからゆっくり話さない？そうしたいんだけど、ごめんなさい、今日はこの後も仕事の予定が詰まってて。あ、でもライザもしばらくはオートにいるんだよね？うん、そのつもりだよ。それじゃあ今度時間を作って話そうよ。うん、絶対にまた会おうね。クラウディア、大人になったな。私